都市、サッカーは好きかどうも、おにぎり定食です。今回は、新しいシュートについてちょっと語ってみようかなと思います。まず、シュートって何なのって話なんですけど、まあまあ、普通に言ったら普通のシュート。まあ、スポーツで言ったらバスケットのシュートもありますし、サッカーで言ったら、まあ、普通にシュート。まあ、要はゴールに向けて、球を放つという意味合いでシュートと言うんですけど、まあ、その通り、今回のこのシュートなはサッカー漫画になります。 で、まあ、元のま、サッカー漫画、このシュートの一作目ですね。一作目は、あのー、もう20年ぐらい前,前になりますかね。あのー、サッカー、普通に純粋なサッカー漫画として、あの、スタートしました。これね、アニメ、あの、原作もやってますし、まあ、アニメもありますし、ゲームもありますし、まさかの実写化という話もあります。ゲームは、クソゲーです。<laughs> はっきりでクソゲーです。あのー、キャラクターゲームなんで、もう、 話にならんぐらいクソゲーです。で、実写化の方なんですけど、まさかのスマップさんがされております。これもまた語れる時が来たら語ろうかなとまあ、ひどい。その演技がひどいんじゃないですよね。もう設定がひどいっていう話なんで、あんまり語りたくないなというのが正直なところですね。じゃあ漫画の方はどうなのというと、まあ原作ですね。原作の方はどうなのっていうと、原作の方は読めます。面白いです。 あーのー、涙あり、感動あり、普通にサッカーの、あのー、駆け引きありで、なかなか面白いサッカー漫画だと思います。私の中でも5本の指に入るぐらい、かなり熱く読ませてもらった作品なんですけどもね。で、まあ、そのサッカー漫画が、まあ、ディメイク。まあ、ディメイクというか、あのー、完全オリジナルで、まさかまた20年後にディバイ、あの、新しく出してもらえると。こんな嬉しいことはないですよね。最近来てますよう、ね、に、リバイバル。うーん。 まあいろんな見方あるんですけど、ディバイバルが流行るということは既存のがうまくいってないっていう話もあるんですけども、まあそれでもね、やっぱり僕、僕みたいなこの古参派にはもうたまらなく嬉しい話なので、どんどんディ,メディバイバルしてほしいなと思います。で、まあ今回のこの新しいシュートなんですけども、その原作のサッカー、シュートの話から、うーん、何年ぐらい経つんですかね、おそらく時間軸で言うと、まああの、 15から20年ぐらい経った話になっていると思います。まあ、今回のその、登場キャラで、神谷厚史というキャラがいるんですけど、これが、その、シュートの時の、超重要キャラクターで、これがメインで、あの、さあの、掛川高校のサッカーやってたんですけども、まあ、こいつが、この神谷厚史というのが、高校中退、まあ、全国制覇するんですけどね、全国制覇して,して、高校中退して、あの、イタリアのサッカーチームに行くと。 ここでね、ちょっとまあ、突っ込みたいところがあるんですけど、この時にね、あの、神谷敦しは、高校、そ、夏終わったら、あの、イタリアの弱小チームに呼ばれていると始め言われたんですね。でも、時が経つと、今度はユベントスって言ってるんですよ。あの、ユベントスって弱小チームですか <laughs> ユベントスですよ。スクデット何回撮ったと思ってんですかっていう。もう、この時点でね、あの、まあ、あんまり言いたくないんですけど、この、大島つかさっていう漫画家さん。 かなり設定ぶれるんですよね。あの、シュートだけの厚木チャレンジっていう中学時代の話もあれば、その先の、まだえー、っと、まあ、あの、掛川高校っていう、まあ、その、今回のメインの高校あるんですけど、それとはまた別の栗浜高校っていう話のがあるんですけども、それが終わって、まあ、ちょっとだけユース編みたいなのやって、あの、プロに行くという話の作品になってるんですけども、まあ、どれもどれもかいつまんの話になってます。 あの、栗浜高校までは結構真面目に書いたんですけど、そっから先がもう、あかんなと。おそらく、あの、この、大島司さんっていうのが原作なんですけど、これ、おそらくペ、ペン、あペンネームはペンネームなんですけど、グループの名前だと思います。漫画で言ったら他に、ね、あの、クランプさんみたいなもんですね。クランプさん、あの、カードキャプチャー桜とか、つばロニクルで有名なんですけど、まあ、古いとこだあとチョビッツですかね。があるんですけど、 彼女たちもグループとして漫画描いてます。まあデザイン担当、ストーリー担当みたいな感じで分けてやってるんですけど、この大島塚さんもチームやと思います。メインで描く人、ストーリー描く人みたいな感じでね、やってたと思います。で、途中で、あのー、その集団の中で多分売れ、売れる人がね、結構出てきたんだと思います。だからガツッと抜けてしまうんですよね。その証拠に絵がめちゃくちゃ変わるんですよ。 あの、後半になってくると。まあ、た当然漫画なんで後半になったら絵が変わるのは当たり前なんですけども、めちゃくちゃ変わるんですよ。あの、正直一致しない。当初のデザインと一致しないくらい変わってきます。で、なおかつ、おそらく設定を考えた人が辞められたんでしょうね。もう設定がぐちゃぐちゃになります。はい。もう、突っ込みどころまで、先ほど言ったら神淳、神淳が弱小クラブに行く。で、蓋を開けてみたら、ユーベントスだって。どんなやサッカー見とんかいというような話なんですけどもね。 まあまあ、それはまた、機会があれば、また話そうかなと思うんですけども、まあその、大島司さんが、とりあえず、その、神谷敦氏が引退して、あの、掛け声が弱くなってるから、立て直してほしいみたいな形で、あの、掛け声の、サッカー部の、なんていうかね、コーチというか、まあ監督ですね。監督でまあ、入ってくるんですけど、まあ、ちょっと見ている感じでは、ちょっとパンチ弱いなっていうのは正直なところですね。 面白くないとは言いませんが、パンチが弱いですね。まず登場キャラクターが薄いまあ、広告式ホームページ見て見てからちょっと僕もあのアニメ見てみたんですけど、薄いほんと薄いあ,あのー、一番初期のシュートでしたらもう、しょっぱからみんなキャラクター立ってんですよね。サッカーするでも。なんかんで、その、新しいキャラクターも、その、賭けにしと、かけにし中トリオのなんかパチモンみたいなね、設定持ってきたりとかも、なんかね、いけすかんすよ。 わせ、うん、やれたらもっと高校生らすく発達としてほしい。うん。で、まあ、3話に、ね、もやってて、見てるんですけど、うん、まあ、はっきり言って、微妙ですね。<laughs> これやったら元のシュート見た方が面白いですよ。それぐらい今んところまだダメです。だただ、将来に期待はできるので、ひょっとしたらがあるんでね。あの、まだ、ちょ、もうちょっと見てみようかなとは思ってるんですけど。まあ、ちょっと物足りない。うん、設定的にも物足りないし。 迫力もかけるしねっていうライバルもなんかキャラ薄いなっていうのが正直なところですね。で、まあよく言われているのはサッカーで有名選手はなかなか名監督にならないっていうのがまあ格言的にあります。まああの、次男が名将かとか、<laughs> あとはまあ日本のまあ中田秀がやってないですけども中田秀がやった監督選手優秀なのかとか、あの、よく言われるんですけどね。おそらくやっぱ有名選手で名をはせた人はあんまり 特に天才肌の方はおそらく監督には向いてないんじゃないのというのがサッカー界では一般的な話になっています。ということは神谷さんも正直できんのかと。まあ、緻密なね、あの、ボールキープから、あのー、ゲームメイク、キラーパス出してゲームを支配するっていうのは日本有数のトップ社やってたんですけど、さて、どっちかって言ったらあのー、才能特化型と僕は思うんで、多分教えられないんじゃないのと思いますけどね。 うーん。だそんな人がぶ監督やるわけでしょサッカーで監督ってすごい重要なポジションで、監督一つでほんとサあの、買うんですよ。勝敗、勝敗、勝率っていうのは。だから、まあ、どんなサッカー、まあ、け子みたいなサッカー集めたら、433の、ワン、トップ下置いて、ワンボランチにして、あとはウィング置いてっていう、まあ、アグレッシブなスタイルになるんでしょうけど、それしようと思ったらね、やっぱ守備が大事なんですよ。433ってのは実は、というのも前はほっといても、 点数を取ってくれるんで、どちらかというと、いかに失点させないか、433においては。いう話になってきますんで、やっぱボランチ、センターバック、キーパーが大事になってきます。じゃあ、このボランチとキーパーと、センターバック、実は掛け子時代、初期のその神厚しかいた時代っていうのは、しっかり取ってたんですよ。うん、各校の、あの、有名なやつがおって、ちゃんと回してたんですけど、特にあの、白石健治っていうゴールキーパーが後の日本代表ですからね。 うんだからそんなやつがおう格好に対して今回は弱、まあ、弱小になったっていう話なんでね、多分わざとそういうキャラを薄くしたんかもしれないですけど、ぬるい。キャラがぬるいんですよ。ひょっとしたらね、今後はあの、どっかから引っ越してきた、転校してきて、大沢翼みたいなのが転校してきて、すげえな、とかいうのがは、パターンとしてあるのかもしれないですけど、まあちょっとね、これはいただけない。 ねあんまディスっちゃいけないと思うんですけども、昔の、あの、その、初期のシュート思い出せよと <laughs>、思っちゃいますね。これ面白いと思うっていう、これやったらまだあの、アニメやってたんですよ、昔シュートね。うん、全国行く前ぐらいかなまでやってたんですけど、それやったらもう全国編やるか、その、栗,栗浜高校っていうあの、 話があるんですけど、そこやれよと僕は言いたいですね。同じやるんやったら、まだやってないんでね、原作、あの、アニメやってないんで、そこやれよと。完全アニメ版でやってもらうのは大いに結構やけど、そんな面白くねえし、まずキャラクターデザインも変 <laughs> 神谷敦史じゃねえよっていうね。なんかヤンウインリーみたいな顔なってますよ。<laughs> 年食いすぎです。35から38ぐらいのはずやのに、年食いすぎやもんっていう。うん なんかなーっていうのは思いますね。まだ、ちゃんと題材、素材はいいんですよ。料理人の仕方では絶対面白くなる作品やのに、それを自ら潰しにかかっているこの制作人が僕にはわかんないですねうん。トリプルカウンターアタックとか、あの、消える、消えるヒールリフトとかね。あと、ファントリム、ファンドムドリブルっていうのもね、これ中二病臭いね、黒子のバスケみたいな技いっぱいあったんですよ。それがまた、ちょっとリアルっぽくてね、 みんな結構、こう、僕が学生時代やってましたよ。真似て。うん。消える、キエルヒールリフトなんか、ダブルヒールリフトを言うんですけどね。これはみんなやってましたよ。めっちゃ難しいって。うん。トリプルカウンタータックは無理かな。うん。ファントムドリブルも無理ですけど。みんなやってましたけどね、それっぽいこと今回の作品ではそれやるかって話なんだけど、多分真似する人はいないんじゃないですかうん。で、まあまあ、この作品の見どころ、 はもう、はっきり言うおそらく OB が出てくるはずなんですよ。トシとか、和弘とか、ケンジとか。出てくるはずなんですね。でそこに期待かな。そこが出てきて、ちょっと話が盛り上がってっていうパターンになると思います。あとは、サッカー多分ストーリーグデグデちゃうんだね。打ち切りな何のチャンスかね。このままやったら。うん、せっかくオリジナルで金が集めて、ね、金かけてやってるのに、うまいこと使いこなせてないし、多分大島,大島塚さんもあんま参加しないと思いますよ。 多分もう名義貸ししてんじゃないですかこれはね、いただけない。僕としては、再制作をお願いしたいなと思うぐらい、あんまり好きじゃないですね。じゃあ見んなよっていう <laughs> 話になってくるんですけど、それはちょっとね、応募なんで、ひょっとしたら良くなる、後半良くなるかもしれないんで、そこは期待してみようかなと思ってますけども。皆さんはどうでしょうかまあ、シュートをね、知ってるこの、開口棒の方は、絶対期待してたはずなんですよ。 カタらしシ食らってる方が多いんじゃないですかね。私もその一人なんですけども、片タクラすスかしされたなーっていう。これはどうなのかなと思いますけどね。うん。まあまあ、今後の話に期待ということで、今回はこれくらいにしとこうかなと思います。まだ見どころがちょっとないです。正直ないです。ですから、先に、あのー、見なくてもいいんですけど、先に、その原作初期のそのシュート、 えっと、熱きチャレンジですとか、ノーマルシュートですとか、栗浜の、あの、栗浜高校の話であります。まずそっち見ましょう、原作で。まあ、n d l e も多分あるはずですし、古本行っても、今日ちょっとごめんなさい、用事があって古本行ってきたんで、古本屋まだありました。一冊100円で手に入ります。まずこっち読んでみてください。まずこっちで気持ちを高ぶってから、その、この、新しい新作を見たら良心じゃないでしょうか。まだまだ伸びしろはあると思います。 ただ現時点ではちょっとまだその伸びしろの部分が見えません。あの、今後の、あのー、制作陣に期待したいと思います。また、あの、今後もこういう話していきますんで、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、おにぎり定食でした。バイバイ